松さんの手作りウォーズ、ニートの攻防。おそ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 松さんのへそくりウォーズ、ニートの攻防。おそ松さんのへそくりウォーズ、ニートの攻防。1日経ったんですけども、でポイントがね、9万を超えたということで、6のサティスファクションの、キャラが全員揃うことになりましたので、ご紹介したいと思います。5人を引き取ります。はい、交換。はい、交換。爽やかジャスティス、ビューティージーニアス、ミステリアスクール、スウィートプリンス、下舐めぞり。もうそれが頭に浮かぶよ。まあ、カラマゼさんの肉食系肉はね、横連棒がね、頭に響いてるけど。ね、筒持たせ。おつと打ち合わせでお深の男にし、あの歌詞が面白い。はい、全員揃いました。とりあえず20レベルまで上げましょうかね。やっばいね、これ。すっごいね。どうすればいいんだろうね、これ。多分、ボイスは解放するためには、レベルアップが必要なはずなんだよな。大丈夫だ。しなくていいんだ。はあ。伊沢さんですね。爽やか脱出のお粗末は宇宙空間を過ぎ出して隕石を落とす。ちゃんとダメージ受けてるよ。僕たちの力を見せてあげよう。ジャスティス。うわー、爽やかだな、言い方。なんかあっさりだけど。ジャスティス。この程度、この程度、空から見守ってるよ。ちっちゃ、声ちっちゃ。ああ、ごめんね、つい見とれちゃってさ。よく頑張ったね、みんな。はあ。そして、おたっけ。高いか。びっくりするわ。もともとのモーションがそうなのかな。ビューティージニアスのチョロマ、この人、この方は小野さんですね。小野健人さんですね。合ってるかな。読み方合ってるかな。ビジージニアスのジョロマツは持ち歩いている方からヒエログリフを発射する。発射してるね。ダメージ受けてる。あなたを決して一人にはさせない。これでも食らいなさい。おしとやかだな。まさかこんなことになるなんて。皆さん冷静に落ち着いて対処しましょう。
うわぁ、なんか冷静沈着だな。虚しい勝利です。勝ちを勝ちと認めない私がついていながら、はぁ、あ、超ナルシストな感じが。で、アンディさんですね、ミステリアスクールの一マス、猫のペンダントが光り不思議な力で攻撃する。猫はアニメーションなんだね。あれ、これとこうなの。やれやれ。まさかこれは何なんだよ何なんだよ。好きにしろよ。来世でまた会おう。おとわりしてるぞおとわりしてますよ。来世でまた会おう。まったく、くだらない争いだ。なんてことはない。当然の結果だ。この程度で値を上げるのか。はあ。そして、スイートプリンス。ねえ、和合さんね。スイートプリンスの重始末は、眩しい笑顔で、ハートを投げつける笑顔笑顔なんかちゃんちゃんこにちゃんちゃんこに似てる気が。反転反転って言ったらいいのか。アニメ的には抜け駆けはずるいよ。僕のハートを受け取れ。こんなことってもう無理だよ。なんか若干重しますっぽいね僕も混ぜて、はあ、ビクトリーっぽいぽいね気にしなくても大丈夫。うん、ぽいね。アニメ寄りだね。で、お、で、シューティフェアリー。中山さんですね。シューティフェアリーにとどまつは、発生させた雲からキューピッドの矢を、矢の雨を降らせる。申し訳ないかったな。ここから、変に。傘はアニメーションなんだね。ちゃんとやれるモーションですね。ポーズしてるからねまた会えたね。ちゃんと手をね、手を反らせてるね。うちに来るかい、うちに来るかい。ん、攻撃モーションとしてのセリフとしてはおかしいんだが。それでみんな幸せなの？これ16話だよね。一期16話のセリフだよね。どういうこと？ぽくない。ぽくない。僕のために戦わないで。僕たちの勝ち。あ、これはぽい。残念。切り替えていこう。うん。あざとい。ちなみに今紹介しましたけどね。見て紹介したんですけど。肉を巻いて肉を食べ、肉食系肉。おい、てめえら、道を分けろ。やっぱり一人。
やっぱり声ちっちゃいね。やっぱり声ちっちゃいね。奪っていけよお前ら。たまには褒めてやらないとな。まあこんな時もあるよな。で、こっちはまだないんだよな。まだないんだよな。さあパーティーに入れてみましょう。ちょっと空いてるところを使おう。前見たからちょっと和合さんはちょっとお留守番していただいて、和合さんじゃね、和田さんよ、和田さんにお留守番していただいて、ちょっとここをこうしましょうか、こうしましょうかっていう、まずキャラが見つからないというね。痛い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 。へい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 。見比べてみるとちゃんとモーションが一緒ですね。モーション、タッチモーション一緒ですね。レジェンドなチームだぜ。さあ見ましょう。じゃあちょっと火力は下げときましょうかね。じゃあこれでいきましょうか。同時に出してみるか。同時に出したいからオートオフ。で、これ、よし。じゃあ、同時出すためには隣り合わせなんだよな。僕たちの力を見せてあげよう。あなたを決して一人にはさせない。おお。やれやれ。だいたい身長一緒かな。抜けだけはずるいよ。スピードも一緒。これでも食らいなさい。また会えたね。これでも食らいなさい。これでも食らいなさい。僕の後受け取れ。強いね。僕の後、これでも食らいなさい。ジャスティス受け取れ。これでも食らいなさい。ジャスティス僕の後、これでも食らいなさい。遅いな。これでも食らいなさい。受け取れ。僕の後、これでも食らいなさい。僕の後、これでも食らいなさい。僕の後、ジャスティス僕の後、これでも食らいなさい。ボイスがやばいね。受け取れ。これでも食らいなさい。ジャスティス僕の後、これでも食らいなさい。僕の後、ジャスティス受け取れ。僕の後、これでも食らいなさい。これでも食らいなさい。よしやりつく、くるちょろっか、くるっか。これでも食らいなさい。一発殴ったら終わりなんだよな。これでも食らいなさい。ジャスティス僕の後、これでも食らいなさい。僕の後、ジャスティス僕の後、これでも食らいなさい。よく頑張ったね、みんな。いやこんな感じになりますね。というわけで、まあ、性能的には一緒なのでね、計算したんですけど、やっぱり一緒でした。で、この方々ね、今現在だけ、期間中だけ、ポイントアップ、そこそこ増えるので、ちょっと、ここからは、ちょっとパーティーのご提案でございます。上松とか、まあ、ちょっと増える。とかね、誕生日記念もちょっと増えるなんですよ。パーマツかな、パーマツとか、あと、パーマツと、トティミ。トティミ、バナナの。がいる、いらっしゃる方は、方は確か、そのままでいいか、パーティーに入れていいかったはず。
うん、で自分の場合はねちょっと持ってないので、向こう、うん、でかつポイントアップだけのことを考えると、ポイントアップだけね、だけのことを考えると、そうだな、火力面で言うと、火力面っていうよりかね、たどり着けるかどうかなんですよ、正直。正直、こう、正直なんですよ。あ、ちょっと待って、一回ちょっと外して。たどり着けられるかというところの面で、こうなって、で、若干こうなんですよね。ただポイント的なことを考えるとこうでいいんです、こうでいいんです。これで一応最大限もらえるパーティーになりますね。一応ね、自分の場合ね、他全部ポイントショーアップ、ショーアップだから、上松ショーアップのね、一体中アップと、まあ、今来てるゴブリンがいれば少し上がるんですけど、ゴブリン引けなかったんで引けなかったんで、どうすかな、個人的にこうしとこう。でもこうなんだけどね。これで最大どれぐらいもらえるのか、アトラクションも、この2つ、両サイド2つがポイントアップ台についております。説明するの忘れてた。レベル1なんだよな、レベル1なんだよな、だから時間かかる、レベルを上げればよかったっていうね。でもまあ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 、そこそこ倒せる。めちゃめちゃだな。ビクトリー。お、1050。素で1050か。ポイント大アップ2つの、中アップ6の、ショーアップ4で1050、 2.1 倍はあ、これが2倍もらえる、だから2100か、前が1000何モードぐらいだったから1600だったんで400ぐらいアップしてるわ。これは早く終わるんじゃないか、これは期待できますね、期待できる。まあ周回しなきゃいけないんだけどさ、というわけで、こちら、F6 サティスファクション、松捨ての方々、全員揃いましたということなので、ちょっとご紹介しました。